皆さん、ニャケオ編集長マジです。今日はヴィンチェンツォが面白すぎるっていうことで、今8話まで終わったんですけど、ちょっと面白すぎるんで語ってもいいですかっていう回にしていこうと思います。ちょっとネタバレしちゃう可能性もありますので、まだ見てない方はこちらの上に出てる動画をご覧になってから来ていただけたらなっていうふうに思います。それでは、どうぞ。ヴィンチェンツォ見てますか皆さん、やばくないですか？やっぱ見た方がいいわ。ね。今、更新されてる中で、ダントツにハマってます。めちゃくちゃ面白い。もう私の生きがいはね、ヴィンチェンツォです、今。本当に。ハマってらっしゃる方すごい多いんじゃないかなって思うので、ちょっと今日動画にしてみようと思ってカメラつけてみました。あらすじとかは別の動画で語ってるので、そこは割愛させていただき、なんでハマってんのっていうところをちょっとグダグダと語っていこうかなと。思います。8話まで見て、まあ印象を言うと、コメディとシリアスの融合がすごいなっていうのを、今、ひしひしと感じていて、こう見せるところは見せるし、決めるところは決めるんだけど、抜くとこはマジで抜くっていう小笑いと、やっぱっていう大笑いを、なんかすごい要所要所でこう、スパイスとして入れられてて、なんかまんまとこう乗せられてるなっていう風にも感じてしまうぐらい、すごくハマってるんですけど、なんと言ってもね、8話がね、特にやばかった。神回だと思います。どういう戦法を使ってでもこう勝ち続けるみたいなところがマフィア魂と言われてるんじゃないかなっていう風にこのドラマ見ててすごく思うんですけれども、よくこの脚本書いたなっていう風に私はものすごく感心をしました。いろんなソンジュンギさんが見えるんですよ。で、8話見て惚れない人いないんじゃないのっていうぐらい、こう多分ね、全人類が惚れたマジでいろんなシーンあるんですよ。いつもヴィンチェンツォさんってスーツ着てピシッてされてるじゃないですか。ピシッとされてる中でもちょっとした笑いを提供してくれたりするんですけど、完全オフのヴィンチェンツォさんだったり、交渉術みたいなところも見えたりとかもして、すげえなーみたいな、ちょっとお口悪いですけど、もう本当にそう思っちゃった。今回のパミ会って呼ばれるところのポイントとして、恋人と接する時のヴィンチェンツォさんと不意の胸キュンっていうのがめっちゃ結構やばかったなって私の中で見て思って、恋人への接し方のヴィンチェンツォさんに関しても乗馬シーンやばくなかったですか？乗馬やばいっすよね。お馬さん出てきたらもうそれはもうですよ。本当に乗馬ルックっていうんですか、あの服装もすごいおしゃれっていうか、ってなりましたね。好きな俳優さんはって聞かれた時に、結構いろんな人好きすぎて、チソンさんも好きだし、チチャウクさんも好きだし、ソンジュギさんも好きだし、カンドンさんも好きだし、スウィンギクさんも好きだし、みたいな。あと、ナムジュヒョクくんも、ソンガンくんも、ウィンクも好きだね。すごいいっぱいいすぎて、あんま言えないんですけど、私決めました。体型は完全にソンジュギさん好きです。本当に好きって思いながら乗馬シーンを見てました。お馬さんのシーンでの、チャヨン、女性弁護士の方との絡みもめちゃめちゃ胸キュンだったしですか。もうあの、不意の胸キュン、あれです、あれ。あれがもうやばかった。こう腕引っ張るところもあれやばすぎません？あんなんさ、やられたいじゃん普段良きパートナーであり高め合う同士みたいな感じでさやってんのにさ、急にあんな感じでファッて耳元でささやかれたらもうオーマイガーやばいじゃん今日すごい語彙力ない回になりそうだなで、特に8話に来て思うこと、それはテギョンがまあ良い。すごい良い演技をしてますね。彼女は綺麗だったで言うと、シオンと同じキーパーソング愛なんじゃないかなと思ってて、最初ってさ、なんかビルの取り壊しとかさ、金塊っていうかそういうのを狙いに来てたわけじゃん。でも結局、最後はテギョン VS ヴィンチェンツォになるんじゃないかなっていう風に今ちょっと予想をしてます。で、それぐらいテギョンがまあいいし、手玉に取ってる感じとかさ、たまに出る英語もたまらんよね。ドラマでこそあんなにハキハキ喋ってるテギョンなんですけど、2PM の活動の時のオフショットとかで拝見してたんですけど、あの人ね、結構ね、べちゃべちゃ喋るのよ。べちゃべちゃ喋るというか、舌足らず、可愛い喋り方するタイプなんですけど、そんなテギョンがすっごいハキハキと会長役してるのがすごい似合ってるし、いい役いただけてよかったねっていう謎の気持ちで見たりもしてます。いや、本当にハマり役だと思う。素晴らしい。弟らしき社長か、今度、なんか一波乱起こしそうだよね。テギョンにすごいコッキー使われてるから。テギョンは本当にサイコパスだし、人の心がないっていうか、自分の野望のためには何でもする系のことを思ってると思うんですけど、でも本当に賢いと思うし、チャヨンのインターン生だったじゃん。だからそこがいつバレるんだろうとか、笠野さんはさ、もう知ってんじゃないのっていう風に私はちょっと思ったりもしてます。だって社長がさ、あ、黒幕探してたじゃないですか、もうちょっと前のあのところで。
あ、こいつ黒幕じゃねえって分かったじゃん、社長。じゃあもっと他に黒幕いるってなってるから、まさかテヨンだとはまだ思ってないような気もするけど、でも気づいててもおかしくないですよね、あの感じの展開だと。チャヨンもすごいいいよね。なんか最初こそなんかめちゃくちゃ癖の強い女性来たみたいな風に思ったりもしてたんですけど、美しい芯があって強さもあって頭の回転も速くて働く女性のロールモデルみたいなところもありつつ、コミカルでユーモアもあるっていう、最高やんみたいな見入ってしまう魅力があるし、なんかほんと彼女キャスティングしたの大正解じゃんって私はちょっと思ってたんですけど、一方でなんとなくソンヘギョさんにもちょっと似てる気もするなーみたいなのもちょっと思っちゃったりして、まあソンヘギョさんといえばね、ソンジュギさんの元奥さんなんですけど、そのソンソンカップルも私大応援してただけには気まずいなっていう風に最初は思ってたんですけど、でも今こう輪を進めていくにつれてマジで大正解、ほんと最強って思ってます。彼女の活躍っていうのもこれからどんどんね、まあ彼女はマフィアって知ってるわけだから、これからどんどん必要不可欠になっていくだろうし、物語の鍵を握っていくと思うので、まあとはいえね、彼女のお父さんの死は早すぎた、ちょっと早かったわ、もうちょっと長くいてほしかったですよね。そんなお父さんの事故が原因で彼女のスイッチが入ったわけなので、まあそれに関してはまあまあまあ良かったのかなっていう気もするけどね、今後どうなるんでしょうか。ヴィンチェンツォ自体は今結構明るい側面ばっかりが多かったと思うんですね、8話まで。明るいか、まあまあまあ明るくもないけど、もっとドロドロダークな部分がこれからどんどん出てくるのかなと思ってて、この間ね、あの油脂人にこう見えるっていう話をしたんですけど、銃のシーンとかはまだ全然出てきてないので、これからそういった戦闘シーンだったりアクションのシーンっていうのがたくさん出てくるんじゃないかなっていう風に思います。最後に笠野氏がね、最高なのは本当にそうなんですけど、本当に俳優さんすごいなって思ったことがあって、前回の動画で言ったかわかんないですけど、まあイタリアで撮影してるのかな、どうなんだろうみたいな、映像美がやばいですみたいな話をしたんですね、したんですけど、あれ CG らしいです。皆さん知ってました？メイキングとか裏の映像とかを見ると、もう本当にグリーンバックとかもう何もないところでソン・ジュンギさんがこうアタッシュケース持ってこう入っていく、でそれが映像として出た時に宮殿になってたりとか、イタリアの街並みになってたりとかするんですよ。本当にびっくりしちゃった、すごすぎる CG 技術が。そりゃね、勝てんわ、そこまでできるようになったんですね。こんなコロナ禍だし、その海外で撮影なんてもってのほかだとは思うけど、それにしてもすごすぎると思って感心をしておりました。ほんとすごいわそれと思って。1話で出てきた畑も燃やしたじゃないですか、でその畑も燃やしたところとかも全部 CG で、取引先の人をちょっと殺しちゃったりとか、お兄さんと喋ってるところとかも全部 CG、 あれもう信じられないよね。もうてか、なんならリアルで撮らない方がいいんじゃないって思ってきちゃうけど、そんな緑のね幕の中で演じなきゃいけないのに、ああやってすっごいリアルな演技ができる俳優さんたち、ほんとすごいなっていう風にも思って、尊敬が止まりません本当にすごい。なんかそういったところでも、なんかどこが CG なんだろうとか、どうやって作られてるのかなっていう裏側の部分もすごく気になるから、まあ私の野望的には将来的にはなんか俳優さんにインタビューとか、そういう企画も YouTube でできたら楽しいですよね。ということで、皆さんぜひその夢を叶えるためにも、いっぱいドラマのレポート動画見ていただけたら嬉しいなっていうふうに思います。ということで、今回はもうヴィンチェンツォしか勝たんということでですね、ヴィンチェンツォが面白すぎるっていうことについて途中経過を語ってみました。いかがでしたでしょうか？ちょっとでもいいなとか、もうもし共感っていう方いらっしゃいましたら、ぜひコメント欄で教えてください。そしてチャンネル登録と高評価もお願いします。私のインスタグラムとツイッター、そしてトゥーユースとしてのインスタグラムとツイッターとノートもやっておりますので、ぜひ遊びに来てください。トゥーユースの仲間も絶賛募集中です。それではまたお会いしましょう。アンニョン。